消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがあよーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、サブチャンで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、亮平です。ヘッドです。よいしょーです。はい、本日も引き続きモンタンスポーツさんに来てるんですけれども、はい、翔平 TV って、外野手いなかったんですよ、今まで。あ、いなかったですね。ピッチャー、キャッチャーで、2人ともちょっとないやみたいな、うんうん、で、なった時に外野用のグローブをそこまで紹介してこれなかった、したくてもできなかった。翔平 TV で外野手をあんまりそのせいで、まあ取り上げてこなかった、そうそう、取り上げがなかったので、で、ヒロトが高校時代まで外野手ということだったので、モンタナさんにあるグローブを外野手用ヒロトに解説してもらおうかなと、はい、分かりました、思います。はい、外野をやりたいなっていう方とか、っていうのは、まあ、このメーカーこういう特徴あるよとか、このグローブこういう特徴あるよっていうのをちょっと判断してもらえればなと思います。はい、それではやっていきます。はい、じゃあまず1個目のグローブなんですけども、はい、こちらです。おお、来た、ベルガード、ベルガード。ただこれって紹介したことあるよねって、はい、あるんですか。1年半ぐらい前に翔平 TV とモンタナさんで、紹介したんですけれども、なぜもう一回これ出すかっていうと、はい、このね、武州和牛のグローブがもうね、確か革の生産してないのかな、今出てるだけになっているので、これ武州和牛のグローブ、本当にもう数残り本当に少なくなっちゃったので、まだ残ってるよっていう意味を込めて、紹介の方させてもらってます。はい、ただ型の特徴とかはね、僕分かんないので、はい、ちょっとヒロと簡単に説明をお願いします。まずウェーブダブルトンボ、結構これ頑丈なんですよ。紐とは違ってやっぱり先で取ることが多いんですよ、ガイアって、ゴロとかも。この衝撃を吸収するためにこのダブルトンボとか、はいはいはい、ウェブが紐の時だと結構ポケット深くなるんですよ。トンボとかダブルトンボっていうのはあんまり自分のイメージだと深くなりづらい。へー、紐の方が好きなんですけど。はい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 、うん、なるほどね。でさ、これポケット広めじゃないですか。ポケット広め、外野用にしてはポケット広めなのかなっていう。ああ、はい、最近の外野手のプレイヤーっていうのは取ってから早くっていうのが、ね、うん、結構重要してるので、多分ポケットが広いっていうのはそういう利点があると思います。なるほどなるほど、はい、その割には縦にも長さあるよね。守備範囲が狭い人でも球際よく取れるのが特徴的。なるほどです。で、こちらお値段が5万9400円ってなってるので、革自体もすごい埼玉県で、うん、まあ、作られている革で、もう本当にこれだけしか残ってないので、気になった方はぜひすぐにモンタナスポーツさんにお越しください。はい、お願いします。はい、じゃあ次ではグローブお願いします。はい、はい、じゃあ続いてのグローブがこちらですね。はい、はい、じゃあウィルソンの外野手用公式ですね、はい、公式外野手用グローブです。はい、はい、これもあれだね、トンボ系のウェブで、これはシングルになってます。うん、うん、まあトンボは多分変わんないと思うんですけど、そんな深くはなりにくいんですけど、これもポケット広め。ああ、はい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 、スーパースキン、やっぱ雨にも強くて、うん、で軽くてっていう素材なので、うん、やっぱりハンドリングとか外野は必要になってくると思うので、こういう軽めな素材になってると思います。背面の硬さが変わらないっていうのがいいよね、うん、スーパースキンの場合だと。はい、バスケットボールと同じ素材。そうです、だよね、アメリカンだよね。アメリカン、野球とバスケの合流で。はい、さあ、ポケット広いプラス丸いよね。丸いんすよ。なんでやっぱりこの吸収してくれるっていうのがあると思います。うん、なるほどなるほど。でこれヒロト的にはどういう使い方をする？普通に多分、まあポケット広いんで、まあ当て取りもできると思うんで、外野は。はいはいはい、でフライとか取るのも当て取り風みたいな、うん、あるんで、肩はこのまま、ね、普通に縦の中に包み込むような感じになっていくと思います。はいはいはい、まあ、ウィルソンといったらやっぱり内野手用でもこういうんじゃないですか。はい、ってことはやっぱ外野手用で、まあ、ポケット広めなグローブではあるけど、やっぱこういうんで使った方がおすすめなの？おすすめです。はい、てかもうウィルソン自体がこういうにおすすめしてるんで、こういうの方が絶対いいでと思います。そうね、なんかいろんなスポーツショップさんのあれとか見ても結構こういうんで片付けしてるのを見るので、はい、お値段はいくらですか？いくら2くらいだ、これどこに書いてんだ、
お値段がこちら見えますかね。5万5000円プラス税。まあじゃあ6万ぐらいかな。6万ぐらいですね。はい。まあ、これでもね、やっぱスーパースキンの特徴とか存分に使ってもらえれば3年間使える場合もあるようなグローブではあるので、うん、はい、それこそ本当に高校生おすすめかな。高校生超おすすめです。やっぱり練習とかで、うん、雨の日もやるじゃないですか、うん、やっぱり。なんでやっぱスーパースキンの特徴を生かして練習たくさんやるっていうのもいいかもしれないですね。なるほどなるほど。気になった方はね、ちょっとぜひウィルソン調べてみてください。はい、はい、じゃあ続いてのグローブいきます。はい、しまっちゃったろうか。はい、じゃあ続いてのグローブ、はい、こちらですね。はい、こちらです。はい、IP の外野手用。はい、これも公式用。公式用で、これも一回モンタナさんに IP が入荷された時に僕ちょろっとだけ喋ったんですよ。まあ、ただね、あの相変わらずの外野の知識のなさででかいとしか言えなかったので、はい、そういったところも他のところもちょっとヒロト外野手目線でヒロトに言ってもらえればなと思います。はい、IP セレクトは自分本当に外野手用のイメージだとやっぱりでかいっていうのが、ね、そこは合ってたんだ俺も。はい、もともと IP セレクトの外野手はでかいので、ここの紐がちょっとウェブが紐なんでここに取ってあるんですよ。ちょっと見づらいかな。スラッカーのウェブみたいだよね。そうです、広くはなりやすいのかなと思うんですよ。はいはいはい、で背面紐通しは、まあ、広くはなりにくいんですけど、それを兼ねてちょっと丸い感じもあるんですよ。あ、確かに丸いかもしれない、うん、こういう風にね。そうです、奥行きが出そうな丸さをしてる。浅くも使えるのかな、ちょっと外野手を勘違いする方もいるかもしれないですけど、うん、ここが長い、別にこっちに関しては長くないんです。長くない、見た感じだからね。でこっちが長いから取ろうと思えば浅くも使える、浅くも使えるんですよね。まあ本来は深く使うグローブだとは思うけど、使い方もできるんじゃないかなと。握り替えもスムーズになるのかもしれないなっていう感じですね。だからフライ取る時もなるべくここで取った方がいいのかなっていう感じの方なんですよ。じゃあ内野手を本当に縦に伸ばしたような方ってイメージか。本当そうです。 IP セレクトやっぱ内野手用が強いじゃないですか、うん、イメージ的には。まあね、それを大引さんのモデルだとか筒香選手なんかは、うん、IP で外野手を、まああれは多分もともと外野手じゃなくて内野手だったんで、だからまあ、ね、多分そうしたのかなと思います。はいはいはい、はい、じゃあ最後のグローブに行こうと思います。はい、はい、じゃあ最後のグローブこちらになります。はい、こちらです。これは千秋ですね。千秋ですね。千秋といえば、いや僕も知ってはいるんですよ、左利き専用メーカー、もともとアトムズ、アトムズ系列、はい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 、で職人さんが左利きだから、じゃあ左利き専用で1個メーカーを作ろうっていうような流れだったはずです。お、すげえ。これ多分このグローブ別注かなんかなんだろうな。親指のところ見てみる。あー、別注だ、サンプルって書いてある。そうそう、だから試作品とか別注だから、なんか初期段階のやつかもしれない、うん、うん、とか、まあ、新しいモデル出す時の試作品みたいな感じなのかもしれないですね。はい、で革自体は多分それ寺田っぽいですね、寺田っぽいですね、まあ、北海道産和牛の寺田レザー、うん、だとは思います、うん、で革質がいい、うん、まあそれ寺田だからね、うん、でまあ僕ら右利きではあるので、これに関しては2人ともちょっと、うん、うんって感じのところ、うん、言うのが難しいところあるかもしれないですけど、外野手用としてちょっと目線でヒロトにどういうグローブかなって言ってもらうと思います。はい、外野手用としてはやっぱ紐のウェブっていうのはあるんで、やっぱ深くはなりやすいと思います、うん、あと多分左利き用の特徴なのかなと思うんですけども、はい、ここにポケットが作りやすいっていうか、人差し指下ってことでも、ウェブ下じゃなくて人差し指下、人差し指下、うーん、あ、右と左すれ違いもあるんだ。取材とか行ってると左用のグラブ見るじゃないですか、大体、うん、ポケットがここなんですよ。あんま気づかなかった。大体、まあ、ウェブ下付近なのは外野手分かるんだけど、言われてみればそうなのかな、うん、でこれもレッドオレンジだから高校生でも高校生あり、はい、左利きの方、なんかはやっぱり左の職人の方が作って、でしかもモンタナさん左利きなんですよ、はい、モンタナさんに来て、まあ、千秋を購入すればもう左利きにはもう完璧なグローブと片付けがセットで、うん、手に入ってしまうというところなので、左利きの方必見です。はい、はい、ということで、はい、まあね、他にもまだ左利きの外野手があったりとか特化になっている外野手あることはあるんですけれども、まあ、今回ちょっと僕の方からヒロトにお願いをしたメーカー、はい、4つのグローブの方を、まあ、解説の方してもらいました。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。
チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。